さらに別の異世界スカイロフトからも強力な気配を感じ取ったシアは、その正体を確かめるべく天空へ飛びました。シアがスカイロフトに降り立つと、すでにその地の人間が魔物の群れと戦っていました。世界を滅ぼすと語り継がれる伝説の魔獣までも現れ、人間たちは苦戦を強いられます。女神に仕える精霊ファイが人間に加勢しましたが、それでも魔獣の進撃は止まりません。伝説の魔獣を召喚できるほどのものならば、きっと大きな戦力になるに違いない。しかしそのものを屈服させるには、まず人間に組みした方が有利では。そんな思惑を隠してシアは人間に助力を申し入れると、共に魔獣と戦い始めるのでした。
Hmm.